はい、こんにちは、七尾です。今回はよくハゲ薄毛の予防と AGA 治療においてフィナステリルやミノキシジルなどの薬剤の他で、例えばサプリメントやシャンプーなど重要にね、考えていること、思っていることを話してみようと思います。よくある質問の中でも、多い質問なんですが、シャンプーやサプリの質問は、結構されることが多いです。シャンプーは、どんなものを使っても、髪が生える、育つには関係ないと思っていますが、フケや肌荒れなど頭皮に合う合わないのは大いにありますので、薄毛、AGA 関係なく個人個人合ったもの、好みのシャンプーを使うのがいいと思います。毛穴の汚れや角栓物質を、きれいにして薬剤を毛根に届かせるというのは、昭和のヘアサロンが、客を呼び込むための、もっともらしい理由付けなだけで、医学的には発毛や育毛には何の意味もないということが令和の現在では証明されています。あとリンスやコンディショナーについてですが、リンスやコンディショナーを使うということについては私は肯定派です。もちろん発毛や育毛には関係ないのですが、リンスやコンディショナーを使うことで、髪はふわふわサラサラになりますので、髪がきしんで傷むことが減るということできしみによる切れ毛などを防げるのでいいと思います。リンスやコンディショナーで毛穴が詰まるなど、言われる方がいますが、基本的にそういうことは問題ないです。何か詰まるものがあったとしても次のシャンプーで汚れは落ちますし、どちらにせよ毛穴の汚れと発毛は無関係です。次はサプリメントなんですが、亜鉛がいいとか、リジンがいいとかいろいろ言われていますが、 AGA というのは男性ホルモンの一種が原因なので、特定の栄養素を取ったからといって発毛に直接つながるわけではないんですね。かといって新陳代謝や、体の成長、働きに重要な栄養素が不足すると、当然病気になりやすく、髪に関しても当然脱毛しやすくなるというのは当然のことです。ですので亜鉛、マグネシウム、カルシウム、カリウム、アミノ酸、ビタミン類等などは、毛髪単体で考えるのではなく、個人個人の健康状態に合わせて摂取するのがいいと思います。ただ栄養素のサプリの中には、過剰摂取は逆に健康を阻害するものもあるので、そのあたりは管理栄養士や薬剤師のサイトで、調べてみてください。その他についてですけども、あとはありきたりのことなんですけども、やはり睡眠とストレス、この2つはやっぱり大きく影響すると思います。これもサプリと同じで、心身の健康を維持するのに十分睡眠をとること、ストレスをためない、抱えないっていうことはやはり大事だと思います。大体どんな病気でも食って寝るっていうのが一番の薬とされていますから、やはりバランスのいい食事、十分な睡眠、ストレスを抱えない、これら健康にも髪にも大事なんだと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。